だから、毎日会いたい人って誰って。毎日一緒にいたい人誰たった一人しかいないよ。ただ、相手は、あの、この年になって年寄りを、毎日会いたいと思ってくれるかどうかわかんないけど、あまあ、俺的には、 うん。かなうん。かなじゃなくて、うん。そういうことです。お、お <laughs> 来たよ。だから、俺は毎日会いたいの。だけど、立場とかいろんな関係性を持ってあると、ボブちゃんは、 まあ、サモト毎日のはめんどくせえなってなるんだよ。それはわかってんだよ。俺がめんどくさい男だってのはわかんな。だから、悪いな、悪いな、な、あと喧嘩したりもする。うん。配信じゃなくて、直接言ってあげる前にい。うじらみ 直接も話はしてますよ。えーと、50を超えてる人に氷をぶん投げる人、そうそういません。大丈夫。坊ちゃんは、投げても俺がキャッチするって分かってるから。ああ。そこよ。 いいじゃねえよ。三十代の頃のモテちゃんマンならもうちょいマシなのいけたと。ちょっと待ておいおか。お前よ。それは傍若夫人に、リアルで会ってから言ってくれ。なお前やめろよ。 あったことも見たこともないのに、それはないよ。俺が、この人って決めてんだから。そこは俺の意見を尊重してくれよ。じゃあ俺が頭はバカなのか。じゃあ俺、そんだったら俺バカになっていいよ。悪いけど。お母ちゃん。ああ。マジで。 あそういうコメントは打たないでくれよ。俺が今、ゾッコンで惚れてんだから。あんた関係ねえんだよ。でしゃまんな。お願いします。 お願いします俺は今あの人が脳みその80%ぐらい占めてるんであと20%ぐらいが配信のことかなうんなあ坊俺はそれ常に言ってるようんなんかなーって配信開ける前や 若干考えねえんだよなーって「おめえどう?」とかうんすいませんチャンマンのボ「モテブユ」でも聞いてたんでどっから聞いてんの <laughs> 大事なら G に会いに行くなよ。もう会うことはないと思うよ、パンダさん。うん。俺は今、B に夢中。今はっていうかもう、うーん、まあでもな、B も放送中に、うーん、なんか、 やりたいとか、なんとか、虫もねやるからな。それ、俺、ロム、あの、ロムって聞きながら、イライラするんだよ。待ってってんだ、おめえよ。やりたいとか、あーとか。てめえ、こんな野郎って、思うけどよ。貴様、毎度フラフラ行くぞ。 ほら喧嘩なんだ、これ。おめえ、放送で、言うだろう。俺、お放送では言わないよ。ならねえよ。だから、お前は俺だけ見とくやいいんだっつってんだよ、もう。黙ってよ。はいだろう、この野郎。はいって言えば、それで終わるの。な ケンタが言ってどうすんだよ。はいああ、そうですか。ねえ。いや、俺さ、さっきのさ、銀次の件でも、もう、頭、カッカカカカしてっから、ああ。なんだそれ はいという素直な心。俺は言っちゃ言う。うん。ごめんねって。うなら。俺とどうするのかは、リスナーのみんなは興味あるわけよ。でも、あえて深いことは言わなくてもいいけど、 マリコが俺のことをいいと思ってんのか、うーん、面白いと思ってんのかとか、いろいろレベルがあるから。俺はマックス言ってるからね。よろしく。だから俺のま、配信聞いてる女子は、あのー、 ちゃんぼ坊ちゃん、ぞっこなのねって。うん。もう、そういうことです。はい。そんなの、クソみてに隠す必要もねえし。あ,あ。 俺は、もう決めたことは決めた通りに脳みそこは働くからただうん上手にそういうことをうんやれるかどうかわかんないけどねお母ちゃん向こうはマックスって って言ってないから、いつまで経っても家から出ないんでしょう。え、ちょっと待って。お母ちゃんっていくつ歳。うん。まあ、住んでるとことかどうでもいいから、歳とか家族がいるのか、教えて。そしたら少し俺は話できると思う。文字でもいい。 なんか、さっきから、うん、調子くれてっから。教えてよ。いくつお母ちゃん。嫁さんいんの子供ちゃんまんの一回りくらいした。んで子供いんのねえ。 うっせえなおの野一回りしたっつったらお前コッパじゃないかよいないんだ女房は独身なのもうさ俺より一回り下で独身だったらさっさといい人探しな なお前、いくつから彼女いねえのよ、おっかっち。俺、女切れたことねえんだけど、ずーっと、悪いけど、しかも、複数。いないのね。うん 子供のことなんか聞いてんだよ。女房いんのかよ。おい。んもういちいちよ。なんかマウント取ってくるようなこと俺ね、54にもなる男に言ってくんじゃねえよ。小僧。おい。てめえがてめえの生き方すりゃいいんだよ。なんでお前よ。 一回りも上の俺に、逃されててんのどういうことですかああ。ええー、とね、ぼちゃん。女が切れてもすぐ次行く精神はすごい。もうね、もうやめて、もう。ここ。ね、行かないから、もう。 もう。いや、ほ、まあ、褒めか、これ。もう、もう、俺、もう放送終わりよ、もう。もう、なんか、今日気まりいっすよ、銀次もなあれ、コラをあげてよ、吊るしあげやっちゃおうと思ったのによ。どういうことですか、俺。何 あのクソガキよ。あれガキだろ絶対に。ちゃんまんは若い頃は女切れなかったっすからね。いや、今も切れてないです。今もマリコがずーっとそばにいてくれてるから。で、たった一人でいいと思う人を見つけたから。 ああ。なんだよ。うるせえな。ガキだね、銀次。いや、わかんねえけどな。ああ。だって、これはわかんねえんだもん。うううう、ゲップ。こっか。 俺はあなたといつか一緒に一緒にね暮らせることを思ってるようんそんな風うにねブロック今日増えるんだよ もう150人もさ、フル会場するとバカが多いんだから。すいません。ごめんなさい言っても、もうすぐブロックだ、即ブロック。ああ。コッコの答えは、岡もブロック入れるよ。コッコはイエスだよ。コッコが俺のことは嫌いなわけはないんだ。 旦那と三人で住むの住むわけねえだろ。バカかお前。バカなのそう。パンダマンくん。パンダマンくんは、じゃあ、あの、奥さんいるの子供もいるのああ。ちょっと教えてよ。 僕はもうブロックです。お前一番つまんねえね。だって星一個しかついてねえし。決しても問題ねえから。はい、さよなら。あー、すけども星ついてねえからブロック。星ついてねえやつは全部ブロックな。今から。おい。星三つ以外は全員ブロックだからな、この野郎。おい。くら。 おねえやろいらねえんだよ200人ぐらい出ちゃうぞうめんおめえああやったついてるマリックはいいよセーフティー俺だって配信外ではいろんな次の枠 開けた時にな、みんながな、どうなのかな、とか、いろいろ考えるよ、そら。ただ、テーマは決めない。一発勝負で、俺の枠来てくれる人たちが、じゃま、今日は、どう、とか、ああじゃねーこうじゃねーコメントで、うん。 なんだろうやるのかな俺はだって俺テーマ作んねえじゃん。あとは相談枠とかもやんねえしだってさ俺が相談枠やったら全部解決だで昔のプリマの頃の。 俺、ほぼ、コステ紐 DV のあなたが過去の何を言ってもね、え、具体的に言って、俺、コステじゃないから、子供の学費も何も全部払って、うん、どこが DV でしたかはい。こういうね、アンチがいるんですよ、でも。 じゃあ、コラボ上がって、555。お話しようよ。そこまで言うんだったら。だってこ、これこ、コラボう俺撮ってるよな。ねえ。撮ってるよね。上がって、555。これ上がれないんだよ、もう。手震えちゃってんの。さ、 サノル野郎サノル野郎おぉ俺のこと録音しやがったよって。んで、コメントしなくなる。ま、そんな感じでーす。うん、だからよく計なコメント打たない方がいいよ。うん。しょっぺんだから。俺はお話はできるよ。いやいや。 それしか浮かんないのかも。だから怒れよ。おいみんなこの5号を。そこまでよ、なんか、いきなりな、入ってきて、ちゃんまんの枠で、な、脳書き言ってんだったら、これは分かっちゃいいじゃん。ちゃんまんは多分、受けるよって。ごれよ、ほら。なあみんなな。 文字だけだったらもうやめた方がいいよ、お前。センスねえんだよ。ああ。ケンタが上がってきた。はい。なあにおやすみ。ケンタ君何ですかおやすみ。ああ 何お休みってケンタブロックですいらないんでお前みてえなうん自爆や頑張ってねなどうせ枠開けたって23名しか来ないんだろ頑張ってなうんまあ大体いいそんな感じですうん曲、まあ、がらなくていいよゴミだから この手はこ、そんな感じです。もう、俺んとこは来なくていいから。だからさっきのやつ上がってこいよ、この野郎。おい。んはい。安心するか、アホ。っていうか、コメントもするか、アホって言ってくれたら。 嬉しいです。はい。おやすみって別にいい、もう勝手に寝ろよ。で、だ、さっきの誰だよ。もう名前も覚えてねえよ。なんか生意気なこと、こきやがったやつ。いなくなっったじゃん。ちゃんとするや。 マリックさん、マリックさんって何、何話題を変えたくてコメント打ったのそりゃ無理だな、今。空気読んでねえよ。だってキャンプの話なんかしてねえんだから。謝って。 腰三つでもぶっ込むよ。ごめんじゃねえんだよ、この野郎てめえ。おい一、時半にもなるよ、おめえこんな時間でよ。ああやめてんのかよ、この野郎おいクソがよやてめえよ。見てんのかよ。なんだよ、キャンプってよ。 てめえがやりゃいいんだよクソみたいなキャンプよおい何言ってんだこの野郎。だんだん、眠くてお詳しくなってくる時間。ここいや、いい。ここ大丈夫だよ、今日は。俺はね、 あのー、名生意気なこと言ってくるやつって、どうせクズだから、こんなの。だってコラボ部やってて上がってきたのはあれだぜ。あの一人だけだよ、今日。ちょっと待ってみんな。327人いる中で、ガチャ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 言ってるやつで、あいつだけだよ。おやすみだって。なんですか俺はあげるよ。 上がってこいよってそれこそ銀次だってなとって上がってこねえんだもんわかる何どういうことですかねえ何ですかこの人たちは いや、その文句を言ってる人たちは。だから文句言うんだったら言葉で言ってよ。うん。受けるから。うん。おいちゃん。やってちょ。もういるイいイいイいイしてんだよ、俺はよ。おい。 なる家の下に来てるとかよピンポンならねえだろ女ん郎っやめてんのかな野郎ああ555はいブロックです坊ちゃんとこには坊ちゃんは優しいからじゃない俺は詰められるからはい555さよならお前なんか俺の放送に来たこともねえし食事もついてねえからはい ゴーリチはやめ。いや、俺、だってよ、今日の配信で俺結構我慢してると思うんだけどうーん。リスナー的には。俺結構今日我慢し,してるのかなしてねえかな具体的にどこは我慢してるしてない いやちょちょ,ちょっと待ってゴーリックはどこを一緒なのあんたまあもうそれやめとけよマリックありがとうな,なんで一緒にゴーリックと頑張んなきゃなんねえの ましてや、ゴーリーちゃんあやめとか、その、人の引っ張り、ハンドルリングって、俺、あんまり好きじゃないからね。ごめんね。うーん、あ、ごめんごめん。うん。ゴーリキあやめが好きなのね。はい。ちょっと待ってね。 バーカー入れとくからだから100でも200でも俺ブロック入れんだきっ,ってんだろこの野郎全開放の後はよ死ねやもうコメントさえも消すわお疲れさんはいあーまあ合力ももうブロック入れとくか 三つついてても、俺関係ないからね。うん。はい。さよなら。恨まないでね。うん。よそのほど行きゃいい。よし一時、まだ一時半か。うーん。まあ、でも、こっから俺寝るかな。 いやなんか今日途中イライラしたからもうあのバカは来ねえだろ来たら恥かくだけだからなああ笑っちゃうよでもなんで今日人増えてんの な俺喧嘩しないよただ文句あんだったら言ってこいよっていうだけだからうんでも誰も来ないんだお休みとかたった一人だけじゃんコラボ上がってきた俺だから誰だか分かんないけどコラボ服申請来たらあげるよ うん「何?」って。うん。まあいいやもうこれで枠は終わるわ。超くだらねえ枠だって今日は。あの銀次がよ。ああなんだあいつ。 いつまでも役だからよっかしとけよ。バカが。コメントなんかしなくなっちゃったじゃん。ブロックなんか入れあ収まりつかんねえ佐野さん。やい。所詮そんなもんよ。うん。上がってこねえんだもん。うん。まあ、そういうことで皆さんお疲れ様でした。出ねえよ。 出れるわけねえじゃん。出るんだったらコラボーを取ってんだから上がってくるんだよ。クラン、いつもありがとう。